はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回は、ウイスキーでございます。とうとう買ってしまいました。ジャック・ダニエルですね。こちらなぜ買ったかというと、このタンブラー、ジャック・ソーダ・タンブラーというのがついてたんですね。これイオンで買ったんですけど、しかも値段がね、このジャック・ダニエルってね、結構高いんで、2000円ぐらいするんですけど、これ、1700円でした。だったんで、お、安いと思って。普通が300円ぐらい安かったんで、しかもタンブラー付きだったんで、これはちょっと、買っとくしかねえな、ということで、買いました。原産国アメリカ。原材料グレーン、モルト。アルコール度数40%。容量が 700ml。輸入者及び、取引先がアサヒビール株式会社です。まあ、かなり有名なバーボンですけど。ジャックソーダタンブラーですね。こちら。これ容量が280ml ですね。ここにね、書いてあるんですが、氷を入れたグラスにジャックダニエル1、ウィルキンソン炭酸4の割合で注ぎ軽く混ぜるって書いてあります。ここにね、ウィルキンソン炭酸って書いてあるんで、まあ、ジャックダニエルの販売元は、まあ、つまり、アサヒビールだということですね。で、ジャックジンジャー。ジンジャーエール4のね、同じ。ジャックジンジャーとジャックソーダ。やっぱり1対4なんですかね。一般的にはね。1対4だと俺個人的にめちゃくちゃ薄いんですけど。絶対1対2か1対3ぐらいではあるんですけど、少なくとも。大体俺1対2ではあるパターン。だな、大体。1対2か3だな。ちょっと1対4だと薄すぎないかなと思うんですけど、皆さんどうですかね。では早速、ね、この。おー。いいっすね、ストレートグラス。この、ストレートグラスで、ちょっと細めのね、ストレートグラス。ジャック・ダニエル。と書いてあります。オールドナンバーセブンブレンド。ブランドか。これナンバーセブンっていうのが、これなぜナンバーセブンなのかっていうのは、まあ、なんか永遠に謎らしいですけどね。どっかの動画で見ましたけど。なぜナンバーセブンなのかというのは、もう墓場まで持っていったらしいです。ジャック・ダニエルさん。それでは飲んでいきたいと思います。まあ、ストレートでいただきたいと思いますが。ちょっと開け方がわかんない。蓋はしっかり閉まる。プラスチック製の蓋ですね。これはありがたい。はい。じゃあ、それでは、ね、グラスを洗えと言われるかもしれないですけど、まあいいわ。洗わなくていいや。じゃあ、乾杯。これは、飲みやすい。これ、バーボンはね、一番好きなフォアローゼスなんですけど、フォアローゼス、よく飲みやすいんかな？わかんないけど。
これ飲みやすいですね。アルコールのどぎつさがこう、ブワッと来ない。そして甘さが、この甘い香りと、そして、この、香りが、非常に、なんと言ったらいいのか、ちょっとわかんないですけどね。ね。美味しいです。でも、ジャック・ダニエル、まあ、あれか。ああ、でも美味しいわ。フォアローデスよかは香りは、まあ香りは弱いっていうほど弱くもないですけどね。フォアローデスはあれちょっと香りが独特なんですよね。ね。ああ、でも美味しいわ。今まで飲んできた中のウイスキーで一番高いやつですからね、これね。ジャック・ダニエル。1700円。俺今までで、高いのを1300円か1200円ぐらいしか飲んだことないんで。うわぁ。うわぁ、これうまいわ。うまいわっていうか、やっぱりなんか、高級感がある気がするわ。やっぱ香りでしょうね。他のウイスキーの、あれと違うのは。まあ、つっても、だから、バーボンで、てかこれバーボンじゃないんだっけ？よくよく考えたら。これバーボンじゃなかったよな。確か。テネシーウイスキーじゃなかったっけ？あれ、どっかに書いてあると思ったけどな。確かテネシーとかそんな感じだった気がする。あれ、違った？これ。あ、やっぱテネシーウイスキーだ。ここに書いてあるじゃん、テネシーって。ここにテネシーウイスキーって書いてある。これですね。これ J と呼んでた、ずっと。これ J じゃなくて T みたいですね。これね。テネシーウイスキーと書いてあります。やっぱテネシーだった。これはね、厳密に言うと、バーボンではなく、まあ、アメリカのバーボンウイスキーではなく、テネシーウイスキーと分類されるらしいです。なので、ダニエルでググると、多分ちゃんとテネシーウイスキーと。アメリカ合衆国テネシー州、リンチバーグに本社を置く酒造メーカー。同社が製造するテネシーウイスキーの代表的な銘柄。いずれも同社の創始者であるジャック・ダニエルに由来する。同社は1957年より、ケンタッキー州ルイビルのブラウン・フォーマンの子会社となっています。俺、そもそもバーボンって俺、あんまり飲んだことないんですよね。2、3種類、これで3種類目ぐらいかな。ほとんど飲んだことないですけど、少なくとも、あれよか美味しい。あ、違う、バーボン4種類飲んだな。ジムビームと、あと、フォアローデスと、なんだっけ？このジャック・ダニエルのパッケージにすげえ似てるやつ。黒と黒いやつ。まあ忘れたけど。まあいいか。まあいいか。確か、アーリータイムズじゃなくて、あ、なんだったっけな。
バーボンでググる。まあでも飲んだ中ではやっぱり一番前かな。あ、エヴァン・ウィリアムスですね。エヴァン・ウィリアムス。うん。です。うん。でもやっぱり、一番美味しくなかったのは個人的には、エヴァン・ウィリアムスかな。まだジム・ビームの方がうまかった気がする、ね。で、やっぱ2位が、あの、フォア・ローゼスですね。フォア・ローゼズだ。フォア・ローゼズです。で、やっぱ1位これですね。美味しい。やっぱ美味しいわ。うん。まあ、多分ね、ね、目隠ししてね、飲んで当てろって言われたら絶対無理ですけどね。結局、まあ、酒っていうのはやっぱり、うん。まあ、雰囲気も含めて、ね、酒の美味しさがね、あれになってくるんで。うん。まあ、フォアローゼスもうまかったけど、でも一番フォアローゼスに近いですね、これね。甘い。非常に甘めで美味しいです。うん。ジャック・ダニエルちゃん。でもやっぱかっこいいですもんね。なんか、このブラックとホワイトと、このウイスキーのこの茶色。この感じ。そしてこの四角いこの、ね、瓶。うん。ジャック・ダニエル、このブラック。こちらが、5年熟成みたいですね。うん。5年熟成。書いてありますね。ウィキペディアさんに書いてあります。で、その1個前のが、ジャック・ダニエル・グリーンと。40度。で、4年熟成。1年少ないですね。特定の場所のお土産として送られること、売られている限定品。最も、熟成期間が短い。で、このジャック・ダニエルブラック40度5年熟成。伝統のオールドセブン、ナンバーセブン製法を受け継いでいるジャック・ダニエルの主力商品。うん。で、まあ、あといろいろありますが、何年熟成かは書いてない。ですね。ちょっとわかんないですね。ここにウィキペディアには書いてないです。うわ、小池か。まあ、とりあえずですね、非常に美味しいということが分かる。で、まあ、有名な飲み方として、ウイスキーの飲み方ですね。をちょっと、ね、ウイスキーの飲み方で、ググると、サントリーの、トワイスアップですね。これかなり有名です。グラスにウイスキーを適量注ぎます。ウイスキーと同量の天然水、過去常温を注ぎます。で、以上ということで。
トワイスアップ、ウイスキーの方向を堪能したい方はぜひグラスから立ち上ってくる香りをじっくり探求してください。作り方は簡単なのに、奥深い飲み方ですと書いてあります。これがね、なんかね、俺はよくわかんないんですけど、初めて飲むウイスキーだったらこれで飲んだ方がいいみたいな。トワイスアップは初めて出会うウイスキーや、新しいボトルの封を切るときにおすすめの飲み方です。一つのウイスキーをストレートからトワイスアップ、そして水割りとウイスキーを様々な角度から楽しむもよし。違うタイプのウイスキーをトワイスアップで試して、微妙な香りの違いを探り当てるのもよし。あんたの味わいの世界を広げてみませんかということで。ね、書いてあります。うん。乾杯。うん、非常に飲みやすくなった。当然ですけど、ね、うん。でも香りは弱くなったよな、俺するとね。まあでも、美味しいは美味しいですね。でもロックにするとやっぱだいぶ変わってくるんでね。個人的に俺は、個人的にはロックはあんまり俺ウイスキーでは、あんまり飲まない。うん。なんか、最近になって、まあウイスキーの、自分なりのその味の楽しみ方というのがね、ちょっとロックにするとだいぶ冷えて甘さがなくなるんですよね。うん。で、香りも弱くなっちゃうんで。うん。個人的に常温が、それかこのトワイスアップ美味しいですね。うん。まあ水割りとか。水割りはちょっとあれだけど。まあもしくはハイボールはあれか。ハイボールはダメだ。飲むなんだったら、ストレートか、このトワイスアップが個人的に美味しいかなと。うん。美味しい。うん。まあぜひね、皆さんも、飲んでみてはどうですかっていうのももうおこがましいんですが、ね。ウイスキー好きな人だったら、まあ飲んでない人はほぼいないんではないか。俺がいたんぐらいな感じじゃないんですかね、と。うん。ただこのグラスがついてきますからね。このタンブラーついてくるんで、ぜひ、ね。まあイオンで俺買ったんですけど。こちらね、ついてきますんで。まあ俺の地域だけか知らんけど。ね。ぜひ、ね。ちょっと飲んだことないなーっていう人は。ぜひ。個人的に、たかだか4種類しかまだ、バーボンは飲んでませんけどね。飲んでないけど、このバーボンの、好きな人に関しては、まあ、飲んでない人はいないとは思いますけど、一応ね。美味しいですよ、と。うん。いうことで。ちょっとおすすめですね。こちら。ただ高い。1700円か、高いな、と。いう感じですね。まあ、でもこれだったらやっぱり、なあ、でもなあ、やっぱフォアローゼス安定だな、という感じはするんですけどね。個人的に。
フォアローデスは非常に美味しい。で、安価で買えるしね。うん。うん。ので、ちょっと、手が出せないなっていうのは、まあ、なくもないんですけど、まあ、たまにはいいんじゃないですかね。こういうジャック・ダニエルみたいなね。高いやつ買っても。ね。ということで、これはそうですね。これやっぱり五つ星でしょ。ああ。これは美味しいですよ。ウイスキー。このウイスキーは非常に美味しいです。うん。ということでご視聴ありがとうございました。